回紹介するのはタレント兼グラビアアイドルの馬場ふみかさん。1995年6月21日生まれ、新潟県出身。趣味は音楽鑑賞やカラオケだそう。ぜひ私のマイクもにぎにぎしてほしいものです。馬場ふみかさんは10歳の時にキッズ劇団に所属し、15歳までレッスンを受けていました。14歳の時に地元でスカウトされ、新潟美少女図鑑のモデルとして活動を始めます。ここでの活動をきっかけに女優になりたいという思いが強くなっていったそう。2014年には高校在学中に映画パズルに出演し女優デビュー。同年放送の仮面ライダードライブでテレビドラマ初出演を果たします。2015年には週刊プレイボーイにてグラビアデビュー。同年にファッション雑誌ノンノの専属モデルとなります。2016年にはモデルもグラビアもするモグラ女子という言葉が流行り、モグラ女子の代表的存在となります。同年にファースト写真集色っぽよが発売。そしてグラジャパアワード2016を受賞。2017年にはドラマコードブルーサードシーズンで月9初出演を飾ります。2018年に振袖の一倉のイメージモデルに選出。2021年には下着通販ガールズバイピーチジョンの新ミューズに就任。同年10月に馬場ふみかさんの監修でデザインされたコラボ商品が発売されました。現在馬場ふみかさん主演のドラマ夫を社会的に抹殺する5つの方法を見ているのですが、お胸の膨らみにばかり目がいってしまい、内容が全く入ってこなくて困っています。どうやらセミヌードも出しているようなので、今度じっくり拝ませてもらおっと。このチャンネルではけしからんボディの女優、モデル、アイドルなどを紹介しています。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。